ああ、ふーん、マラソンくらいか。もっと私を褒めて。え、だってまだたったの2万人でしょ。いい、 YouTube には国内だけで30万チャンネルあると言われて、一方うちは上位 10% に食い込んでる。これがどれだけすごいことか。そこは全チャンネル中 0.1% の激高な壁なんじゃい。でも今月の収益十数万円とかでしょ。バイトとかしてた方がマシなんじゃ。当面 B 小町チャンネルの財政状況はよろしくない。打てる手は打たなければならない。ルームツアー動画、やろうよ。ルームツアー動画を撮ると、出した私物が全て経費で落ちます。すぐにやろう。こっちはゲーム配信とかすると思って買ったけど、全然使ってない水冷ゲーミング PC、 30万円ぐらいしたかな。結構高い買い物してるね。一流のタレントでいるためには身の回りも一級品で揃える必要があるけど、売れない役者って言ってる割にはいいマンション住んでるよね。タレントは全員2段階オートロックマンションに住むべきなのよ。しかしいい節税方法聞いたわ。車買うときは絶対動画にしようっと。ルビーもルームツアー動画撮るなら協力するよ。そんなこと言って確定申告の時に泣きを見るのは自分だよ。考えとく。